七部宮ラグビー場、スコット・ヒギンボザムは、オーストラリア出身の元ラグビー選手。ポジションは、ナンバー8、フランカー。1986年9月5日、パウスで生まれる。身長195センチメートル、体重107キログラム。オーストラリア代表通算キャップ数は34。サウスポートスクール卒業、2007年に、スーパー14の、 レッツアカデミー選手として入り、同年、シニアチームに昇格する。デビューのブルーズ戦で、ブライアン・ハバナにタックルし、骨にヒビを入れる。2010年、ワラビーズに初選出、フランス戦で代表デビュー。2011年、ワールドカップのオーストラリア代表に選出された。その後レベルズに移籍し、2015年、トップリーグの NEC グリーンロケッツに加入。 同年11月14日に行われたジャパンラグビートップリーグ第一節の豊田自動食機シャトルズ戦に先発出場で日本での公式戦初出場を果たす。2017年、負傷のために登録を解除した。2019年、ボルドーベグルに加入。2021年、現役を引退した。ありがとうございます。